X-90 は、かつて鈴木が製造、販売を行っていた小型クロスオーバー SUV である。1993年の東京モーターショーや欧州の各モーターショーに参考出品者として出展し、海外のユーザーから好評を受けた各国の取引先ディーラーから一定のオーダーがあったため、1995年10月に日本国内向けにも発売された。しかし、 2ドアにシーターのノッチバッククーペ型のクロスオーバー SUV という独特かつ特異的なコンセプトを持った車種へに売れず、発売開始から3年に数月後の1998年12月末をもって販売終了となった。なお、日本国内での総販売台数は1,348台だった。車名は開発コードネームからそのまま命名されており、日本国内。 輸出モデルに共通となっている日本においては一般的に x 9 0 X90 と発音されることもある。完全な2シーターで独立したトランクを持つノッチバッククーペ型であるが、初代エスクードの2ドアモデルをベースとしており、ホイールベースも 2200mm と共通である。そのため、車体構造は一般的な乗用車や、 クロスオーバー SUV に見られるモノコックではなく、強度の高いはしご型フレームを持つ。サスペンションも S クードと同様で、前輪がマクハーソンストラット、コイルスプリングで、後輪がセンターウィッシュボーン付きトレーリングリンク、コイルスプリングとなっている。最低地上高は SUV としては低めの 160mm に設定されている。エンジンは1機種のみで、 排気量1.6リットルサイチェ C16 バルブのオールアルミ製 G16A 型ガソリンエンジンを搭載する。日本国内向けのドライブトレインはすべてパートタイム 4WD で5速 MT か4速 AT が選べた。屋根はワンタッチで脱着可能なグラスルーフを持つテーバルーフ構造で室内側には天井トリムに合わせた素材のサンシェードが標準でつく。 同社のカプチーノ同様、取り外した屋根を専用カバーに入れて、リアトランク内に収納するが、リアウィンドウは固定式で脱着や収納はできない。トランクリトにはハイマウントストップランプを内蔵したリアスポイラーを標準装備する。シートはセミバケットで、表皮は柄物のマリンカラーで専用だが、その他の内装部品にはエスクードからの流用部品も多い。 国内向けのボディカラーは当初、サターンブラックメタリックとアンタレスレッドのみであったが、後にマーキュリーシルバーメタリックも追加された。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第99号26ページより、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第99号26ページより、ありがとうございます。